皆さんこんばんは小村ゆりのネットでウィークエンダー今週もよろしくお願いいたします MC のりょうしですはい、お願いします、はいえーすえっと、クラウドファンディング確かにそういえばああこれもうこのオンエアーるのころだとだいぶもう多分終わってる終わってるセミナー自体もセミナーは終わってない終わってないセミナー終わってないけど、はい、クラファンのチャレンジ自体は多分終わってると思いますが今 うん、この収録をしている現時点の話をすると、うんえー、キックオフしてから一週間経ちました。うんうん、で、達成率が二百七十パーセント。す,すごい。は二百七十。すごい。ました。ありがとうございます。うん、そうなんです。二日で達成？え、一日。一日で達成？一 <laughs> 日,日でサクセスして <laughs>、はい。で二日で、えー、倍いきました。すごいですね。いや。 自分自身もびっくりだし、はい、あの個人からの支援もそうなんですけど、うん、実は企業の支援が結構ついたんですよ企業スポンサーの支援がついたっていうのが、うん、だから自分のこういうねクラウドファンディングの活動だけ見てもこのセクシュアリティに対する期待値と変容の期待値っていうのはとても高いんだなって思います。 それなんか教材かなんかねして企業に売って歩いたらどうですか CSR とかにそうそうだから今言ってるのが女性の CSR 活動をしている企業さん女性の CSR 企業さんうん女性の CSR を訴えている企業さんにご支援どうですかって言ってるんですそれは紹介しろってことですかその顔はそうですかはいちょっと考えてみますけどねはい ご協力できることはさせていただきます。いますはいはい今週のニュースいきます。ちょっとつながるかもしれない。うん、日本のミート沈黙を破り始めた女性たち。うん、BBC です。ねこの話は海外から火がついたんですよね,、うん、そうですね。日本はいつまで経っても盛り上がらないなんてね。うん、日本非難も一時期ありましたけれども。はい、はい、どんな記事でしょうか。えー。うん 被害者に厳しい社会でであると、うん、まあ性被害ですかし財務省の事務次官が女性記者に性的な言葉をかけ辞任に、はいうん、ありましたねニュース、うんはい。財務省は事実解明のために被害者に名乗り出るよう求めたと二年、うん 3年前の記事か、うん、3年前の記事だから、うん、今私たちの感覚だと、うん、アホかって思いますよね、はいうん、ナムリテルってどういうことで、各方面から非難を浴びたということですねでこの3年前はまだこれがノーマルだったわけですよね、うん、恐ろしいっていうことですねで、一方で被害者の女性記者は 彼女が取材の録音を「週刊新潮」に渡したことについてソーシャルメディアや政治家著名人から大きな反感を買った、うんうん、そして元文部科学省、うん、大臣様ですは,い、は都内で行った講演で記者のこの「週刊新潮」にテープを渡したことについて、うん、ある意味で,犯罪,で思う犯罪だと思うと。 うん、発言したらその後謝罪ししてて発言を撤回しているとここまで聞いただけですごいモヤモヤするんですけど、うん、このメディアって情報共有めちゃめちゃするじゃないですか、うん、でも自分たちが立場が悪くなると突然手のひらを返しててて訴えるんだねって思っ思ます、うんうん、これはあれなんですよね某テレビ局の記者さんなんですけどねはい。 担当の記者だったっていうことなんで,、はいはい、でこれはあのそのテレビ局も、うん、訴えてるんですよ後々。それはうちの局だ、うんうん、おかしいだろう謝罪してくださいみたいな、うん、でも何年間かこの人の担当をしていたわけですよね。でうんその セクハラの発もの報告していたということなので、うん、じゃあなんでこの人がずっと担当になっていたのかなポヨンっていうのもねメディアの体制っていうのがここから、ね、女性に対してどういう扱いをしてきたかっていうのが一目瞭然ですよ、ねうんうん、まあわかんないですけどね文春法とかいうのもねあったりして、うん、なんで文春ばっかりそんなに ハニートラップがあるんじゃないかとかね、いろいろねそういうのも噂になったりしてますけれども、うん、ま正直ここの時点ではそのねテレビ局の対応がどうだったのかというのは正直わからないですが、うん、ただこっちはね、まあ名乗り出るよう求めたとかね、ある意味犯罪だとかね、うんうん、こういうのはいろいろありますよね。まあただ彼女も大きな反感を買ったと、はいうん、いうことです。うん、続けますと。 えー、アラーキー、はい、これもちょっとニュースになりましたねはい、はい、モデルをしていたかおりさんっていう女性ですけれども、うんはい、モデルをしていた時期の体験を綴り、うん、経済的芸術的に搾取されていたと荒、はいはい、木さんは契約書を交わささず、うん、撮影報酬がないこともあった、うん、木さんの撮影ですからまあ基本ヌードですよね,ですね、はい まあ、中にはちょっとあの木から吊るされたりとかね、うん、そういう写真も撮りますよね荒木さんならね、はいえー、そういう過激な写真を撮られた一方写真は彼女の許可なく使用された、うんうん、報酬がないからっていうのもあったかもしれない、うん、仕事じゃなかったと思ってるのかっていう感じですね。で写真の商用利用利をやめてほしいとと訴えたところ、うん 一方的に切り捨てられた、要は解雇されたってことですよね。はい、もう使わないと、うんうん。で、別のモデルも同じ内容、Facebook で訴えてるんですよ。似たような被害を。うんうん、で、この香オさんは BBC の取材に対し、撮影後に突然体を触られたことがあると説明した。で、当然撮影現場ですから。 多くの目撃者がいた、はい、うん。けれども止めに入った人はいなかったということですねこれ私、うん いろいろまあ私も中にいた人間なので、うん、さあどこまで話そうかなと思っているんですけれどもさあどこまで話したらいいですかね <laughs> 聞いててヒヤヒヤしてる人いると思いますよ <laughs> えー、当時の人見てないどうでしょうねあわかんないわかんないけどかんないですよ当時のねスタッフさんの中にも、うん、ゆりさんのファンはいるかもしれないそうね、うん、今こうやってね あの社会起業家として活動していることにすごい賛同してくださってる当時のスタッフさんもいるんですけれどもこのお多くの目撃者がいたけど止めに入ったこれね止めに入れなかったっていうのが多分中の人間の表現だと思いますまあそうでしょうねやっぱり撮影現場って特にこう,いう有名カメラマンさん まあ、アラーキーさんしかり当時は加納天明さんなんかも有名カメラマンさんだったんですけど、ど、うんはい、のヌード系のねご機嫌を損ねちゃうととまあ現場がひどいことになるんですよ、うん、なのでモデルさんを気分さよくさせる現場ではなく、うん、カメラマンのご機嫌を損なわない現場っていうのが当時求められてたんですよね。うん、なので私も まあアラーキースさん、しっかり加納天明さんしっかりご一緒させていただきましたけれども、うんうん、やっぱり頂点は私ではなく、うん、カメラマンさんだったんですよね。正直現場はつらかったです。あそうですか。きつかったあ。あ、アラーキーさんと仕事されたことある？うん、あります。ある。あ、うんね、そうです。これ実際に写真にもなってるんで言っていい話なんですけど、うん、あのー。 その撮影スタジオハウススタジオから隣の駐車場に行ってくれとでそこで脱いでえっと思ってびっくりして要はコート1枚で羽織っていってそこでパッと前に出してきてって言われて「ノーと言えないんですよやっぱり」で指示だし。 ノーって言ったら絶対機嫌悪くなるし、うん、スタッフも頑張って、ね「頑張ってね頑張ってね」って言われたら頑張るしかないわけですよ。でさささっと言って一瞬パッと前開いて「うん、タゃャッっと取って帰る」みたいなこれが現場の現実です。まあだからそういうのよりもさらにハー,んハードだったんでしょうね。にもかかわらず報酬がないこともあった。うん、有名カメラマンさんに撮られることが このモデルさんに対する報酬だと、いう認識だったんでしょうね。なるほどな、そういうことなんですね。でもこの根本ここですよね。契約書を交わさない。まあこのアラキさんとこの香織さん等がどういう契約だったかはわからないんですけれども、一般的なグラビアモデルさんと。 写真家さんの間に契約書っておそらく交わされてないんですねそうか交わされてるとすればそうモデルさんの代理であるプロダクションとカメラマンの素材を買い取る、うんはい、つまり現場のお金をすべて出している出版社なんです、うん、または編集プロダクションさんとの間に契約書は交わされているかもしれませんが私この辺も今ちょっといろいろ調べてるんですね。うんうんうん 契約書を交わした上で合意の上で撮影をしてていいいるチームっなと思ます。おそらく大体口約束ですねでその口約束の間で取り交わされているのは前例がこういう前例があるからじゃあここまでねでギャラいくらねでここの媒体に載せる全部口約束の前例がありきです。 私もあの V シネマの制作の現場にいたことありますけど制作会社のプロデューサーとは契約を交わして、うん、でじゃあ制作いくらねってやりますけどその先のギャラの配分とか全くノータッチで、うん、あの事務所側はいくらぐらいだろうと思って。うん 検したんだけども、これしか実はもらえてないんだけど、なんとかならないって言われたりとか、うん、うん、そういうのがありますよね。なんとかならないほ。ほぼたくさん、ほぼたくさんって変な言い方ですけど、本当、うん、そうですね。確かにそうですね。うん、はい。うん、こっちグラビアとかだと持よりそう。 かもしれないですねそうですね一、うん、日で終わるそれこそ6時間で終わる仕事だって思うとわざわざそのね半日のために書類を起こしてもしかして書類がなかったとしたら、うん、弁護士さんに書類書いてもらってここんなななしどくさいことしないとですよるほど、うんうん、その辺があれですねこのアーティスト側のまあ、よくこの番組で使いますけどリテラシーというかですね。うん そういういいもものに関わってくるかもしれないですよね私が今、うんはい、当事者として抱えてる問題がありまして、はい <laughs> ええ、まさにこ,これに付随するものなんですけど、はい、2016年ぐらいだったかなに、はいうん、久しぶり十何年ぶりにヌードのグラビアを、はい、撮ったんです。はい、で そのグラビアって雑誌のグラビアとして使いますよっていうものだったんですねで、今2021年じゃないですか、うん、約5年経ってファンの方から小室さん、うん、写真集出されたんですねすごく素敵でしたって DM が来てえ何の話って思ったらその時の5年前の写真が 勝手に商用転用されてデジタル写真集になってたっていうことが私に実は起こっておりましてはいはいなるほどまああの A.V. あるあるですねそうですねあのマスターテープがあれば何本ダビングして編集して作ってもいいみたいなね、うん、一時期そんな感じでしたからね、うん、はいでこれ多分これの問題を私が、うん 問題として提起する時に「契約書じゃ作ったの?」って言ったら、うん、正直作ってないです出版社さんとの口約束で「じゃあ久々にやろうよ、はい、カメラマンこの人ね、うん、場所ここね、うん、いくらね」はい、っていう本当に口約束なので、うん、やっぱり前例がすごく大事になってくるんですよね。うん、じゃあそのの前例の中に二次使用として、うん デジタル写真集で OK が出てるのかっていうのを私これあと調べていかなきゃいけないんですけどまあまあ,あの結果は大体見えてるかなと思うんですけどねはい、はい、笑顔で話されているのでちょっと安心しましたけれどもねきますい、ねえー、人権団体ヒューマン・ライツ・ナウというところがあるらしいんですけれどもそこの事務局長で伊藤和子弁護士というのがいらっしゃるそうで、はいはい、いますいます先生はい。<laughs> 性犯罪や人権に関する法律の整備がされていない現状」と「我慢を強いる文化」が若い女性の立場を危うくしています、うんはい、必要なのは女性たちが横のつながりを持つこと、うん、一人ではなくみんなが声を上げることが大事ですと、はいはい、でまあ伊藤詩織さんの問題ね非常に長く話題になってますけれども、うん、はい。 国連本部での記者会見にも彼女は同行していると、はいうん、で伊藤詩織さんの記者会見では「私には性暴力よりもその後の展開の方がショックでした」うん「本当に絶望的になりました」「自分はこんな社会で暮らしているんだと」と、うん、それまで気づいていなかったのでということですけれどもね伊藤和子先生私も はい仲良くまあ仲良く知り合いです糸和子先生やっぱりねフラッグとして走り続けてフロントランナーですしフロントランナーであるがゆえに話していることもやっぱり尖ってはいるんですよね私もこれちょっとうんって思うところがなくはないですね。どどのの辺辺我慢を強いる文化が確かに そうなんですけど。うん、女性の立場をや危うくしています。うん、まあ、この番組でもよく出てくる男性優位社会における女性の我慢っていうことですよね。うん、ここ繋がって、ね。まあ、確かに性犯罪に対する法律が整備されていない現状は問題ですよね。非常に。うん、はい。うん、まあ、伊藤和子先生の場合は女性の人権を守る。 っていうところにすごい特化されていらっしゃるから、こういう表現になるんだろうなと思うんですけど、ここはすごい同意。女性たちが横のつながりを持って、一人で声を上げちゃダメなんですよ。みんなで同じ方向を向いて、言い方が違っていいと思うんです。だけど声をみんなで上げるっていうことが今の女性たちにとってはすごい大事なことだなって思います、ね。ちょっと前のあの被災地のね、えー、性被害の話で出ましたけれども、うん。 おかしいと言って、まあ一緒に戦う男性っていうのも出てきていいかもなとはね。そうですね、うん、そうですね。この文化が危うくしているっていうところが私はちょっとね引っかかったんですけどね。ああ、なるほど、なるほど。うん、でもこの文化ってもちろん今までこう伝承されてきたものっていうのは、うん。 尊重されるべでも文化って変わっていくものでもあるじゃないですかこそ私たち40代の文化50代60代の文化と20代の文化が全然違うこれは変化としてあるべきものだと思うのでこの我慢を強いる文化というのがじゃあ今後どうなっていくのかっていうのは一緒に私たちも作っていかなきゃいけないところなのでねそうですね。 まあ常識っていう言葉がありますけど。うん。三、うん、人いて二人がこうだといえば、それが常識になると。そうですね。はい。うん、<laughs> うん。そういうところがあるのでね。うん、一概に文化っていうのはどうなのか。っていうふうなところが、私はちょっと引っかかってるんですよね。なるほど,るほど、うん。そうそう。まあ確かに文化的そういう傾向がある。部分も。多分にあるのかなって、うんうん、まあ別にあの。 だからといってあの言われてることが間違ってるとかいうわけじゃなくて女性の立場が役にくなっていたら当然いけないですし法律は整備していかないといけないとも思ってますしねみんなで声を上げてみんなで社会の意識を変えていくこととが大事だと当然思ってますけどねここで私もある意味、うん、元 AV 女優が社会起業家になって、うんうんはい おそらくフロントランナーなんですよで、もちろん横のつながりみんなで同じ方向を向いて声を上げていくことっていうのも大事なんだけどさらにもう一歩踏み込んだところの大事なことっていうのはこのフロントランナーとしてフラッグシップを掲げる人間の子の強さなんですよね今はこの子の強さっていうのもまだないと振り向いてもらえないっていうのも正直あるかな なんで私ねビジネス交流会に入って6年目になもうすぐ7年になるんですけど今このビジネスの世界においても女性のセクシュアリティとか女性性というものをビジネス化している女性っていうのがたくさん入ってきてるんですね。でその方たちと話をすると「小室さんがいたから私たち楽にビジネスができてるんです」私6年前このビジネス交流会で 男女のセクシュアリティをビジネスに落とし込んだ時には誰にも何にももも何振り向いてもらえなかったのでで <laughs> そうですか <laughs>、はい、ただそれをやり続けてきたことでその後発体がものすごく畑が耕やされた状態からスタートできてるというのはやっぱり小室さんがフラッグシップになってくれたおかげなんですよなんて言われてるので、うん、やっぱり子の強さっていうのも必要ですね、はい、なるほど、うん、そうですね。 あのこのねあの伊藤さんしおりさんが言った「こんな社会で」っていうあの,、うん、あのよくメディアで言われるその日本ってこんなに良くないよねっていうその同族を非難する風潮って私はちょっとどうかなっていうふうに思っていて。うん、要は 子どもたち若い人たちがその将来に夢を持てなくなるじゃないですか日本がそんな社会だっていうようなところはね、うん、だからまあ確かにでもそういうところも当然組織も、まあ、社会全体の風潮的なところでもなくはないので、うん、こんな社会じゃないっていう社会に持っていけるように。うん 我々ももちろんそうだし、みんなでこう、うん、声を上げていくことが大事なんだろうなっていうのはすごく思ってますね。家族先生、しかり、うん、伊藤清利さんしかり、うん、まあ小室もそうなんですけど、うんはい、こういう子の強さを持っている女性がまあ走り。 最先端を走ってそこを支えてくれる女性とさらにその土台を作ってくれている男性の力っていうのがこう三角形で折り重なって初めて何かが変わっていくんじゃないかなとこの女性に対する何かっていうものは変化を起こせるんじゃないかなって思ってるのでまあ何が言いたいかっていうと支援してください <laughs> <laughs> はい。 <laughs> <laughs> そうきました。か、はい、支援が必要なんです。もう終わ、ね、ってるけどね。うん、でももう二百何パーセントですよね。これね三百パーセントに。うん、300にあと三百パーセントまで十五万なんですけど。三百パーセントに行くと、このプロジェクトは社会的に成功するって言われてるんです。うん、なんで。はい、皆さんの。 ご支援が必要なんです。うん、もうほそ、オンエアの頃に終わって,わってる。終わってる。<laughs> <laughs> 成功していることにのっててください,、はい。はい、そうですね。はい、はい、ぜひぜひ、で、シーエの紹介もね。うん、できる限りでやっていきたいなとは思ってますんで。はい、番組の趣旨が変わってきた。はい、<laughs> うん、いや、でもね、やっぱり。そういう活動が、あっちこっちで、起きること、一、うん、人がやってることって、やっぱり。 小さいいことしかでできないのでその影響をにみんなが同調してくれてで組織で動いていくとか団体で活動していくっていうふうになると何十倍にも力が出るわけじゃないですかそのために、うんうん、この番組もねあの皆さんに共感していただくことで、うん、なんとか、えー、社会をこんな社会じゃない。 日本にしていきたいなと思ってやっていますので気になるところとかね、うん、ここはちょっとどうなんだろうっていうようなことはぜひ小室さんは読まないかもしれないですけど <laughs> コメントに書いていただいてですね私は一つ一つ全部読んでますから、はい、えあの取り上げるものは取り上げていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。緑の人の人が知りたいとか書いてありますから3行ぐらい。<laughs> じゃ、すみません。はい。本日のニュースまとめていただいてますでしょうか。はい。うん、これはもう本当に、女性が横のつながりを持って。いくこと。が、女性の今は。本当に力になると思います。その中で、個々の力が強い方、まあ、小室しかり。伊藤和子先生しかり、伊藤しょう、あ。あ、伊藤和子先生ですね。伊藤和子。伊藤和子。両方とも伊藤なんですね。そう,そうですね。はい、しおりさんしかり。その中で。 その分野に引いてた方というのは必ずいらっしゃいますこの方たちを表に出してこの方たちはあの打たれ強いので小室もそうですはい、打たれ強いので横でつながってくださる女性たちを守る盾になるそんな役割もおそらく担っているんだと思うんですこの方たちを支えてくださることもまた一つの支援になりますのでこのこんな社会と言えないようにするためにはいお力を ぜひ貸していただければと思います以上ですありがとうございました小室よりのネットでウィークエンダー今週はこの辺で終わりとさせていただきますありがとうございましたまた来週よろしくお願いいたします支援待ってる終わってるけどね